どうも神田月です。そして皆様の悪意に寄り添いたいミラクルヒカルでございます。おお、つけましたね、就職後最近ちょっとつけましてそういうの。あ、ただね、それもみんな思ってますよ。思ってます。もう悪意に満ち溢れてると。私のことですか？そうです、そうです。いや、でもあのその悪意にちょっと関してなんですけども、もうそろそろあ皆さんもありますってこう、もう言っちゃってもいい。あの悪意他の人ってこと？他の方も。あ、他で、だってモノマネなんてさ、はい、もう悪意から始まるもんだから。そういうことです。だって人のさ、嫌な癖をさ出すわけでしょ。そうです。悪意みんなあるじゃないですか。あるあるある。ですよね、はい、そのプラスアルファで私ちょっと多めだってこう皆さん言ってもらってる、うんうん、だって俺だって最初武藤さんとかやりだした頃に、あの、あー膝があってやってたら直子さんが、まあ、そういうことやらない方がいいよって。やめろ、直子さんで。あの頃はね、悪意が過ぎるから。そうそう、悪意が過ぎる。まあただ悪意はあるけど俺たちはほらその対象人物のことを好きでやってるからね。あ、そうです。悪意とその嫌悪感は違いますもんね。愛してるわけでしょ。あ、そうです、そうです、そうです。悪意と人間的なあの分別っていうのは別。それだけは、はい、あの悪意っていうのは私の悪意プラスやっぱお客様の悪意っていうことなので、まあ人もそう見てるから笑うわけでしょ。あ、そうです、そうです。2人の最近共有なモノマネがあるって聞いてですね、はい、夢というか CM に興味があるCM ですね。これこのさ、はい、1年間さ自粛生活が長かったじゃん、はい、で俺たちなんかさイベントがもうないからさ、はい、家にいる時間なかったでしょ、はい、でその時に俺見ててその夢グループさんがやってるあの通販、はい、がめちゃめちゃ目に入ってきたのよ、はい、なんでこんな面白い通販あるのかと。はい、同じですね。同じ、はい、あの時間帯昼間ですかね。そう、昼間昼間なんかやたらループして入ってきたんですよ。1時半から4時半ぐらいの間そう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 この時間帯必ずやるんだよね。だからこれやれってことなのかなって、そうそうそう、ちょっと思っちゃったのもあって、うん、やっぱ嬉しいな、そこもやっぱ神田月さんとこういやいや、もうこれもうやるしかないでしょと。やるしかないで、面白いわ、嬉しい。これ例えばもうやってるでしょ今の。嬉しい、嬉しい、あの演歌歌手の人。例えばこういう、まあ、商品があるとしたらですね、はいはい、扇風機、ね、あの商品があった方がいいということで、これからのシーズンに。あ、これいいですよね。じゃあこれいいかな、私ちょっとどうだったっけ、何も作なくていい、この感じで、この雰囲気で、この雰囲気で夢グループの CM の雰囲気をちょっと2人で、はい、もちろん神奈月さんが僕はじゃ あの社長やります。社長さんで見てない人、何社長って言っても、いや今要するにジャパネットの高田社長、高田社長みたい な、ね、うん、まあ、感じの方で、感じの方なんでね、はい、はい、優しい東北出身かなっていう感じの、青森とかそこら辺、そこら辺だよ、ね、岩手とかの感じ、かの感じのあのおじさま、いいおじさま、はい、イントネーション、ね、雰囲気でイントネーション、はい、で、あのアシスタントっていうか、はい、アシスタントなのかな、アシスタント、私もちょっと調べた情報なんですけど、うん、演歌歌手をされている女性で、すごい多分社長と長らくの付き合いがあって長いまあまあ、まあ、でもすごく信頼関係があるっていう雰囲気の女性がいらっしゃって、その掛け合いがなんとも間が見たことのないような間だっていうんだ、私もちょっと、はい、青汁の次にやりたくなる、はい、こんにちは、今日夢グループのこの紹介する商品はこちら、便利な扇風機。うわー、すごーい。社長、これ本当に扇風機なんですか？これ扇風機なんですけど、すごいですね。持ち運びがすごく便利なんですよ。社長すごい、そんな軽々持って、私もちょっと持ってみていいですか？どうぞどうぞ。すいません、よいしょ。うわーすごい軽い、なんでこんなに軽く持ち運びができるんですか？しかもすごく冷たい空気が出てくるんですよ。すごい、社長ここのボタン押してみていいですか？はい、どうぞ。すみません、えい、あー、ちょっと今電源が入らないみたいです。びっくりしました。でも涼しいでしょ？涼しい、社長
夏が来たと思えない、そしてうんこも漏れてない。すごい。うんこも漏れないこちらの扇風機、うわ有名みたいですね。なんと、はい、お値段は税込みで13,780円です。15,000円を切りました。あ社長、でもそこをどうにかもうちょっと安くできませんか。5,000円引き。社長それは安くしすぎですよ。3,000円引きで。3,000円引きですか。社長今5,000円引きって言われませんでしたか。5,000円引きで。やった、私のおかげですよ。おっとっと、ちょっとおならが出そうでした。でもこんな感じだよね。こんな感じ。こんな感じだ。今度がおならは言わないですよ、ね。これはひどい。いや、これはもうめちゃくちゃやってます今。うんことおならはね、ちょっと。うんことおならは出ちゃダメ。ちょっと出ちゃダメなんですよ。今ちょっとドリフの感じが入っちゃう。やっぱ子供が喜ぶんですね、うんこおならは。絶対言ってらっしゃらないですよ。これ今ね、やっぱりね、これやってて思ったのって、はいはい、通常の通販って、はい、こちらの商品です。なんとかの扇風機ですって言って、はい、あの、おばさんたちの、うわーとかっていうのは、普通はついてるけど、あれついてないよね。確かに。だから変な間になってんだよ。えって言っちゃう。今やってると思ったけど。えって言っちゃう。そうっすね。あの。だから今俺とミラクルがやったやつに、あの、SE で、わーっていう歓声とかつけると、多分普通の通常の通販になると思う。そう、だから独特の間のラップが繰り広げられる。みたいなことです。無音だもんね。無音なんですよね。これ何でも売っちゃえるんだよ、だから。種類のその。待って、今俺たちが喋ってる間に、スタッフが、物、なんか物ねえか、物ねえかって。本当にね、あの、行き当たりばったりすごいですね、これ。誰が何の稽古に使ったんだろうっていう、この、すんげえほこりかぶってるのもいいですね。ピアノですよ。ちょっと、ほこりかぶってます。ね、本当に黄砂とか風で、皆さん。夢グループ今日ご紹介する商品はこちらの便利なグランドピアノです。うわー社長、これが憧れのグランドピアノですね。